どうも、生物観察のワニです。これ私のオリジナル T シャツなんですよ。この左右の全部ですよ。ないやつもありますけどね。これ全部私のオリジナル T シャツですからね。これすごいっしょ。これね、一応注文受付期間今日までなんで、欲しい人で注文忘れてる人はぜひ買ってください。実はね、私家でスズメバチの巣買ってるんですよ。この箱の中に黄色スズメバチの巣が入ってます。ちっちゃい初期巣がね。実家で黄色スズメバチの巣ができたんで、それ取ってきたんですよ。駆除してくれってね、父ちゃん母ちゃん、いやパパとママに頼まれて、ちょっと危ない場所にあったんでね、おとんとか、あ、じゃあパパとママが刺されちゃうんで仕方なく、まあ駆除してきたんですよ。でまだ働き蜂取ってきた時は2匹ぐらいしかいなかったんですけどね、なんか最近増えてきたみたいで、結構頻繁にねこのパイプから出入りしてるんですね。今もう夕方なんで、あ、今大丈夫かな、今いけるんじゃないか。あ、出てきた出てきた出てきた、危ない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 。これ餌でゼリーあげてるんですけども、すぐにゼリーがすっからかんになっちゃうんですよ。わかるかな、もうほぼすってんてんになってね、うん、食欲やばすぎるって。こう中見たいんですけどね、ちょっとやばそうだな。怖っ、気をつけて。うわ、おった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 。いや怖いな、これやっぱ冷蔵庫入れてる中身なんだよ。絞っちゃうの、入り口をね。ほい、こうしたら出てこれへんから、うん、今の間これメンテしようか。ほら派手に食い散らかしやがってよ。もう最初に入れたったゼリーがね、もうすっからかんですわ。食うの早いっすね。うん、でちょっとここのキッチンペーパーもさ、なんかボロボロで汚いから、新しいの敷きますね。今からカビてきた、口木もなんかちょっとクズになってるし、今からちょっと掃除します。お掃除の方、お掃除の方をねやっていきます。ちょっとこれ捨てるね。やっぱ綺麗に買ってあげないとね、うん、かわいそうですからね。出てきませんね、ここまで来る様子もありませんね。よしよし、おとなしいもんやな。まあ夕方ってもあると思いますけどね、こいつら部屋がね明るくても、なんか夕方になるとね引っ込んじゃうみたいなんですよね。のどうやってね刺してんのかわかんないですけど、引っ込んじゃうんですよ。気を入れといて、これ素材ですね、素材にしてほしいなって思って入れてます。うん、素材結構キッチンペーパー使ってるかもしれないですね。そうやな、なんかかじってキッチンペーパー結構ボッコボコにかじるね、うん、でこうプロゼリーね、昆虫ゼリーなんですけども、これこうちょっとねこの縁を切っとくんすよ。そうするとこう置いた時に転がらへんでしょ。なるほど、だから綺麗に置ける。これプロのテクニックだな、これ。ではだから明日朝起きてきて、ハチさんたちがもうこれ見たら床は綺麗になってるし、でたっぷりこのゼリーもあるし、で多分嬉しくなっちゃうわけよ。多分明日ハチさんたちハッピーじゃないかな。よし、ちょっと蚕も入れたろうか。蚕持ってきて。これが蚕ですね。これはアシナガバチの餌用に買ったものなんですけども、せっかくなのでね、キイロスズメバチにもちょっと分けてあげましょう。どうしようか、このでかいのブリブリなやつ、まあ、葉っぱごと入れとくか。あ、そうですね、葉っぱごと。ほら、うん、蚕ちゃんたちを入れてあげました。今結構ね巣の中幼虫がいるんで餌が必要なはずですから、でゼリーが結構すぐになくなっちゃうんで、これね多分餌足んないんですよ正直。だからこういう蚕入れておいてあげます。ゼリーだけじゃ足りなくなるかもしれないね、これから。家を開ける時とか毎日面倒見てあげられないんで、ちょっとねこういう虫を入れとくといいですね。やっぱ昆虫ゼリーだけだとね、やっぱ物足りないと思うんですよ。昆虫のタンパク質が必要だと思うんでね、これでいけるんじゃないかな。うい、ばばばば、また出てくるぞ。これね、ここ、うわー、危ない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 上持ったらいかんわ、これ。そうですね、ここ危ない危ない危ない。一応テープでなんか
仮止めとかした方がいい。いいかもしれない。怖いですよこれ。なんかの表紙に開いちゃったら。ここ上上辺を持ったらカード。そうするとスポットで。怖い。危ない危ない危ない。ここコマと。聞こえる？羽音が聞こえます。中で怒り狂ってますね。出てくる様子はありませんね。うん、かなり警戒してるんですかね。警戒してるね。でもちゃんと巣に戻っていくね。偉いね。うん、偉い。偉いね。いや、俺ちょっと心配しとったの最初。うん、こう巣箱から出てきたやつはもうこの中に留まっちゃって戻らんくなっちゃうんじゃないかってね。うん、でも普通に出入りしとるからさ。そうですね。やっぱ分かるんやね。うん、偉いね。いや、最初女王蜂がここでずっと迷子になってたんですよ、うん、でも暗くしたら自分で戻っていって、うん、でそれを見た働き蜂が自分たちで学習して、なるほどね、うん、学習してる気がするんですよね。ちょっとダッカーの表紙これ持ち上げた時にさスポーンってなるからさ怖すぎ、危ないな、さすがに危ないよ。ちょっとテープでさ、うん、2辺だけでも止めるか。あ、そうですね、危ない危ない、ちょっとこれ怖いわ。非常に危険です、うん、これプロのテクニックなんですけども、テープね、これ粘着力強めなんで一回私の手に貼ります。それで手の油で粘着力弱めますね。で端っここうやって折っとくんですよ。そうするとこうベタッとくっつけた時に剥がせるんですよね。この縁を持ったら簡単に剥がせるじゃないですか。これテクニックですね。で反対側、うん、反対側のこっちも貼ります。あ、危ない、蜂出てきた。いや出てきた出てきた、心臓にびっくりして出てきた、ごめんね。使って出てきたか。あ、でも恐ろ恐ろって感じが出てる。ああ、うん、動かしたから、巣箱が動いたからかな。うん、あ、も戻ってくよ。戻ってった戻ってった、戻ってった戻ってった、うん、よしよし、可愛いもんやな。まだちっちゃいね、働きは違う、初期なんでね、うん、ちっちゃいね。よしよしよし、これでこれでまた出てこんか。大丈夫かな。大丈夫か。はいはい、はい、俺でいいやろ。うん、どうしも出てこうへん。じゃあハチさんたちおやすみ。おやすみ。あ、危ないわ、黄色スズメバチ家で買うの。うん、結構いい装置かなって思ったけどさ、やっぱ貼っとかんと危ないね、うん、木箱、うん、ちょっと怖いですね。皆さんもね、木箱でスズメバチの巣買うときは必ず木箱を、ね、テープで留めてくださいね。そうじゃないとこの上を持ったときね、こう持ち上げたら下の重みでね、蓋だけポコッと外れちゃって中からハチがブワーって出てくるんで危ないね、うん、非常に危険なので気をつけてください。怖い怖い。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。全員出てきたっぽい。なんかほら、働き蜂4匹とあと女王蜂1匹、これで多分今全員だと思う、ほぼ全員だと思います。で今全員出てきてるっぽかったんで、チューブのとこ挟んでこっちと餌場、巣箱と餌場を遮断しました。よし、ちょっと開けてみよう。ちょっと待ってて、いやー、危ない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 怖っ。次々と。うわ、次々と浮かしてきそうな感じがしますね。で、あー、なんか汚ねえな、ちょっと。あ、ほんとだ。レカスとかが落ちて汚いんで、ちょっと掃除しましょうか。この隙に。ね、この隙に中をきれいにお掃除しましょう。うん、あ、こっちが空になることってもう、うん、なかなかないからね。うん、たまには掃除してきれいにしたらんとな。幼虫元気だな。幼虫元気やな。うん、いやー、中に。ゼリーのカスがいっぱい落ちてます。あ、うわ、なんかちょっと下しけっとるもんな。これ幼虫のおしっことかも入っとるかもな。あ、ほら、なんかちょっと下がね、そこが湿ってるんですよ。ほんとだ、しけっと。うわー、カスがいっぱい、カスがいっぱいあったんですけど、しきちぺで拭いときましょう。ふきふきしましょうね、うん、あんま不衛生なのは良くないですからね。よしよし、よかったでちゅねー、よかったでちゅね、幼虫ちゃんたち。よし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 、じゃあそろそろ戻してあげようかな。はい、うえ、よしよし、危ないんでね、うん、あとテープで貼っときましょう。あ、やっぱ戻ろうとしてるけど、戻ろうとしてる。あ、よし、あ、戻した戻した、戻れ戻れ。
今戻してあるわ。待っとれ待っとれ。帰らしてある帰らしてほら。はい。戻れ。戻れ。戻れ。お、お、戻っていく戻っていく。戻っていく。巣が心配やったあの、あ、やばい、隙間が開いとる。危ない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 。よしよし。オッケー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 。危ない。これでオッケー。また。おあ、また戻るのか。もうみんな戻っちゃった。あー、みんな戻っちゃいました。みんな戻ったか。じゃあおやすみ。高橋さんが君たちに O チャンネルオリジナル T シャツを買えと囁いている。高橋さんが君たちに O チャンネルオリジナル T シャツを買えと囁いている。